船玄温泉は、静岡県伊豆市上泉玄にある温泉並びに温泉郷。船玄温泉線原という地名は、当地が山と山の間に位置し、その間を船原川が流れており、船に似た景色となっていることから名付けられた。古くは上泉原温泉という呼び名も見られる。江戸時代には、河野湯、乙の湯に分かれていたとされ、昔から知られた温泉地であったが、 交通が不便であったために長らく休車は他の温泉地に比べて少ない状況が続いていた。九百十三年の案内には、四金三角の風光は別に称すべきものみざれど、弱状にしてかつ、費用低廉なるをもって、治療客以外に、景品より保養に来るものまた少なからず、九百二十五年には、帰って途風を避けて、自然の美を味質の静養するには公的地なりとの、 記述が見られる。1931年の時点では、鈴木館と船玄関の2軒の旅館があり、寒弱素朴にして野手愛すべしとされている。戦後、1962年のガイドでも、船原川に沿った静かなところで、月ヶ瀬や佐賀沢よりも、天城の山懐部海生か、ひなびたおもきがあると解説されており、この時点では4軒の宿泊施設があった。 変化が訪れたのは1960年代初めのことで、戦前から存在した船源ホテルを、石川武義が社長を務める富士観光が買収し、約2000平方メートルという広大な敷地に、鉄筋コンクリート4階建ての本館、おかり場焼きや、マス釣り用の施設、クレー射撃場などを建設していった。ごくひなびた、温泉郷に過ぎなかった船源温泉でのこの投資に、石川へは、 周囲からあんな偏僻なところへ客が集まるわけがない。大きな爆地だと危険視されたが、投資は成功し、純金風呂設置前の1964年時点で、すでに月に1万人の来客、売上5000万円を達成しており、湯ヶ島、朱善寺、王妃と船原などをすべて合わせた天城温泉郷の中で、船源ホテルが料理飲食税納入番付の1位を、 独走していたという。しかし1983年11月24日午前3時40分頃船源ホテルの本館最上階の4階、宴会場付近から出火。死者は出なかったものの、5 2 0日中乗時期の大広間など4階部分の約800平方メートルが全焼した。年が明けた1984年5月に船源ホテルは旅館組合に、 脱退届を提出、閉館した。閉館から22年後の2005年12月24日、観光会社の時の住みが9000元ホテル跡地に、日帰り温泉施設、湯屋城ホタルを開業した。無色透明の単純泉、組泉、弱酸性温泉で、洗温は32から90度。硫酸ナトリウム、クロールナトリウム、硫酸カルシウム、炭酸ナトリウム、 クロールカリウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、計酸、有利炭酸等を含んでいる。効能については、海鮮打撲損傷、梅毒、皮膚病、種物類、関節病生殖器病、慢性皮膚病には特に効能を推し、関節リウマチ、ス、神経痛、子宮病、胃腸病、ヒステリー、慢性失神、性からだろう、線病等に特効がある、海鮮、打撲、 青毒、種物、レウマチス、子宮病などに気候がある、神経痛、リュウマチなどに効く、婦人病、ヒステリーの名刀で、このほか神経検証病、リュウマチス、慢性失神、胃腸病、眼病に良いなどとされる。古くから知られる船源温泉には、源の頼朝もしばしば入浴したとされるほか、以下のような伝説がある。ありがとうございます。